さあ、私は今葛飾区にいます。 Right now I am in 葛飾 City。 ここに私は3年間住んでいました。 I have been living here for the last 3 years。 で、まあ2、3日ぐらいでここを引っ越します。There's some, ちょっと人がいたんですいません。なんつったっけ、そう、In a couple days I will be moving out。 で、まあ葛飾っていう場所なんですけれど、僕はね好きですね。And about 葛飾 City I like it。 最初ここに住んだ時、葛飾に住んでるんですって言ったら、なんか笑われたりしたんですけどね。When I just moved in here and I told them that I lived in 葛飾 City、Some people kind of laughed。 何がそんなにおかしいんだろうって思ったんですけどね。 I just thought like why are they laughing you know。 まあ要するになんか下町でそんなにかっこよくないっていうことなんでしょうね。I think what they mean is that you know 葛飾 is so called downtown and it's not so cool。 はい、でこちらなんですけども、これが今ね僕が寝てるベッドなんですけれど、これ実はですね、もう実は結論から言うと、ダンボールです。ダンボール、まあ、ここにはあんまり住まないっていうことは決まってたので、まあ、とは言っても2年住んじゃったんですけど、まあ、だからあんまりね大きなベッドとかいらないなと思ってて、だからこれね解体はめちゃめちゃ簡単です。なんかね、アマゾンで1万5000円ぐらいで売ってました。意外に高いですよね。